トーマスカッシンキン金啓度はアメリカ海軍の軍人。第二次世界大戦中の1943年から45年まで南西太平洋海域の連合国軍海軍司令官を呼び第七艦隊司令官を務めた。金啓度は1888年4月3日ニューハンプシャー州ハノーバーで海軍軍人の一家に生まれた。アメリカ海軍兵学校を1908年6月に 卒業し、戦艦ネブラスカ及びミネソタで勤務する。1913年に、砲兵工学の教官に就任指導職を数年間、務めた後、1917年から1918年まで、中尉として、戦艦ペンシルベニアで勤務する。その後イギリス海軍提督付き部官を務めた後、1918年、後半に、法術士官として、戦艦アリゾナに勤務する。 1919年にワシントン DC の海軍法術局配属となった。近景度は1922年にトルコ水域でのアメリカ海軍文献部隊の参謀部付きとなり、1924年まで勤務する。その後、駆逐艦イシャーウートの艦長に着任、1925年から1927年まで海軍官砲交渉で勤務する。その後2年間、 キンケイ度は艦隊法術士官及び艦隊司令長官の副官を務める。1929年から1930年まで海軍戦争大学で学び、続いて海軍召喚会議のスタッフを務めた。1931年から1932年にかけてはジュネーブ軍縮会議の海軍アドバイザーを務めた。 1933年から1934年には、戦艦コロラドの副長を務め、その後海軍航海局で勤務する。従順洋艦インディアナポリスの艦長勤務の後、1938年から1941年まで、イタリア及びユーゴスラビアで大使館付きの海軍部官を務める。その後アメリカが第二次世界大戦へ参戦する数ヶ月前に、 駆逐艦隊の指揮官となった。近景度は1942年に少々に昇進し、太平洋艦隊巡洋艦部隊の指揮官として、太平洋戦線に着任する。同年の後半、近景度は空母エンタープライズを中心に構成された機動部隊を指揮し、ソロモン諸島の戦いに参加した。1943年1月に北太平洋方面軍に着任し、 アリューシャン列島の奪還作戦に参加した。近景度は1943年6月に中将に昇進し、同年11月に太平洋北部から熱帯地域に転任した。1944年には南西太平洋方面軍海軍司令官及び第七艦隊司令官に着任、アメリカ海軍及びオーストラリア海軍を指揮し、ニューギニア戦役、 レーテ沖海戦に参加した。その後、日本海軍の弱体化に従って、連合軍艦隊は、フィリピン及びボルネオでの地上部隊を支援した。1945年4月に大将に昇進し、同年8月に太平洋戦争が終了すると、近景度の第7艦隊は、朝鮮半島及び中国近海での作戦行動に従事した。 フェニックス艦上のキンケイ度とマッカーサー、1944年。キンケイ度は1946年から1950年5月に退役するまで、東海岸前線部隊及び、大西洋予備役艦隊の指揮官を務めた。退役後すぐに、現役復帰し、1951年から1953年まで、国家保安訓練委員会に勤務し、その後も、 同委員会のメンバーであった。さらに彼は1953年からアメリカ戦闘記念品委員会の委員として15年間、務めた。金啓度は、その後1972年11月17日に、死去した。スプルーアンス級駆逐艦のキンケ啓度は、ケ啓度の名にちなんで命名された。ありがとうございます。